皆さんこんにちは、みのりんです。さて今日も漫画の練習していきたいと思います。やっぱり練習ですごく効果的なのはプロの方を参考にするっていうことで、今回は皆さんマーマレードボーイ知ってますか？前の動画で吉住航先生が大好きっていうことをお伝えしていると思うんですけども、映画化にもなりましたし、マーマレードボーイのシーンを再現してみたいと思います。やっぱり少女漫画はキスシーンっていうことで、もうめっちゃキュンキュンするマーマレードボーイのキスシーンを描いてみたいと思います。主人公の男の子がね、女の子をクローゼットの中に入れてクローゼットの中でイチャイチャするっていう場面があるので、そちらを参考にしたいと思います。それでは早速始めてみましょう。まずは小回りからですね。ここまで大きい定規がないのでティッシュ箱使ってますが、後でちゃんと定規使います。はい、小回り完成で、まあ、最初のコマはドアがパタンって閉まるところだけなので、でクローゼットの中に入っていって最後はキスをするシーンになります。入れるのんだなクローゼットの中で何ふざけててんてんてん。絵はね、前回と同じようにあくまでマーマレードボーイの漫画を参考にしながら自分オリジナルの絵で描いていきたいと思います。はあ、膝立ちしながら描いてるんでちょっと膝が痛くなります。じゃあミキちゃんと同じような黒髪で三つ編みしている子にしましょう。こんな感じで、ではキスシーンいきます。はい、ではまずはペン入れなんですけど、こちらの定規を使っていきます。こうちょっと斜めに欠けている定規を使って反対側にして線を入れていきます。そうすることによってインクがにじまないので。ここにセリフが入るの忘れてました。開けとけばよかった。後でホワイトで消しましょう。セリフのところはマルチライナー使ってみようかな。 0.1 とか 0.3 を書いたいな。漫画家って字も上手くなきゃダメですよね。はい、とりあえずこちらのコマは一旦これで、こちらのコマに移りたいと思います。開けただけで飛ぶなんて、多分ここがすごい汚くなっちゃったんですね。ちょっと後でここで編集整しておきます。まずは女の子の方から。では次は男性の方。この子めっちゃ楽しそう。難しい。では最後のコマいきます。いや、まあもう指がすごいことになってますね。ちょっとにじまないようにティッシュ置いておきます。では男性の方行きます。ちょっとこう口開けてるのがいやらしい。今日はあまりうまくできてないな。ではまあ一旦乾かしてから消しゴムをかけていきたいと思います。では消しゴムをかけていきます。もう消しゴムのカスがすごい。こう卓上掃除機みたいなのが欲しいです。ではもう一度細かくペン入れしていきたいと思います。次はベタ塗りです。ベタ塗りはね、いろんな方法があるので好きな漫画家さんの真似をするといいと思います。私は誰真似したっけな。最初は吉住航先生の真似ばっかりしてたのでその面影あると思うんですけど、
小畑武史先生のベタ塗りとかすごい研究した時もあって、今は誰に似てるんですかね。インクつきすぎなんですよね。今日も絶好調に汚しております。なんかここの頭がバランス悪いんですよね。ちょっとホワイトして修正しますか。アナログって一発書きなので大変ですよね。一旦乾かしましょう。こんだけ大きい修正をするのであれば、もうカッターで切っちゃって白い紙を下から重ねて塗った方が早いのかもしれないですね。じゃ次回から気をつけます。まあ、ここまでいったら次はトーンですね。トーンもね、似たようなやつ買ってきてあるので、ユウの服はこれですね。じゃじゃん、カッター。まずは大まかに切って、で服に沿って切っていきます。どこ切ったか分かんなくなっちゃいませんか。ここも切ってあるはず。はい、紙を乗せてこすっていきます。チェック模様のやつも買ってきましたので、ここで持っている服はこのチェック模様です。できた。このトーンかな、を上につけてクローゼットの中にいるようにします。線に沿って切っていきます。あとセリフのところも切ります。はい、真ん中はこんな感じで、最後ここですね。影とか目のトーンはこちらのトーンを使っていきたいと思います。まず首筋のトーンです。耳の影とかもつけていきます。あ、取れちゃった。ちょっと使い回しで同じトーンを使っていきます。あと目にもトーンを貼っていきます。トーンぼかしのこちらの消しゴムを使ってぼかしていきたいと思います。そしたらホワイトを使って目にキラキラをちょっとだけ入れます。こちらの掛け編みのグラデーションっぽいトーンを買ったので、女の子の髪の毛と服はこちらを使っていきます。よし、こちらのふわふわしたトーンをここら辺につけていきたいと思います。このいい感じのやつはこの真ん中に、人物に当たっているところを切り取っちゃいます。これをちょっと人物重ねておきます。どれがいいかな、これにしましょう。ふわふわっとした感じになりました。吹き出しのところにホワイトをつけていきます。パタンってところはこうやって線が出てるんですけども、それ用のトーンはちょっと買わなかったので、手で描いていきたいと思います。はい、これで完成です。ママレードボーイのキスシーンを私なりに描いてみたらこうなりました。はい、終わりました。こんな感じになりました。今回2回目の挑戦だったんですけども、なんかね、バランスがおかしくなってしまったんですよね。ただこれが私の初キスシーンの原稿ですが、いかがでしょうか。ちょっと昔の漫画を参考にしていることもあって、
トーンの使い方とかがシンプルで、まあ、昔の絵柄っぽいなと思ったので、少女漫画6冊を読み返して、じゃじゃん、ちょっとね、今時風の女の子も描いてみました。最初の子と比べると、だいぶ変わってきたんじゃないかなと思います。まあね、まだまだ全然練習が足りないので、もっともっと頑張っていきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。